ですね、まだ A プラス結成してそんなに経ってないんですけど、この形でメトロポップでライブをさせていただくのは今日初めてなんですけど、そこのところに言ってあるんですけど、このゆえにゆうっていうそこにいらっしゃる木村さんの企画で来月、またライブをさせていただくので、よかったら持っていただいて、10月22日ありますので、ぜひその時は、今日はちょっとカバー曲を中心なんですけど、オリジナルも少し作っていてやったりしますので、よかったらぜひいらしてください家族の食卓。
ました。ありがとうございます。でもね、あとはもっとね、もっとっていうか、楽しい方が待ってるのか、いっぱい楽しんでてください。メンバー紹介を改めてしたいと思います。ギターと、まだ今やらないけど、かっこコーラス担当の与中さんです。今ちょっと燃料切れてるんで、あと、ボーカルとヤンスガソリンがないよ、ノムスイエです。すいません、イエです。この方で聞いていきたいと思いますので、お見かけ、どこかで見かけたときに声かけてください。私、自分からもフォローかけます。よろしくお願いします。最後の曲は、カバーなんですけど、911の時に作られた Remember the Kiss という曲です。またね、この間も911の時に聞かないよっていうテロみたいな言葉があったんですけど、そういう感じ、楽しく聴いて、楽しく食べて、いい時間を過ごしていただけたらと思います。じゃあ最後に、メンバーズキス。